ジャックローズ・ジャックローズとは、ショートドリンクに分類されるアップルブランデーをベースとするカクテルである。正式名称は、ジャックローズ・カクテルだが、通常、ジャックローズと省略するので、本校でも、以降、ジャックローズと記述する。なお、ジャックローズという名称の由来は、このカクテルのベースであるアップルジャックのジャックと、このカクテルの色合いから連想されるローズを結びつけた。 ものだと言われている。アップルブランデー、ライムジュース、グレナデンシロップをシェイクして、カクテルグラスに注げば完成である。なお、ライムジュースは、その場でライムを絞ったものを使用するのがベストであるが、市販のジュースを用いても良い。参考文献の節にある書籍のうち、片方吉春、洋酒入門を除く1冊。先日の標準的なレシピとは別のレシピも存在する。 アップルブランデー、ライムジュース、グレナデンシロップ、シュガーシロップをシェイクして、カクテルグラスに注げば完成である。なお、ライムジュースは、その場でライムを絞ったものを使用するのがベストであるが、市販のジュースを用いても良い。昔、日本ではライムが入手しにくかったので、やむなく、味が変わってしまうことは承知の上で、ライムジュースの代わりにレモンジュースを使用していた。このジャックローズも、 古くから日本で知られていたカクテルであったため、昔はライムジュースではなくレモンジュースが使用されていた。つまり、などのレシピでジャックローズを作るのである。この名残で2005年現在でもライムジュースまたはレモンジュースを使用するというレシピも存在する。ただし、その2005年現在ではすでに日本でもライムが比較的容易に手に入るようになっていたため、 ジャックローズにはライムジュースを使用することが一般的となっている。なお、アップルブランデーはカクテル関連書籍において他にカルバドスやアップルジャックと書かれることもあるので、ここで簡単に整理し、さらに本校での定義を明確にしておく。まず、カルバドスについて。アップルブランデーは各地で作られているが、そのうち特定の地域で作られたものをカルバドスという。 したがって、カルバドスもアップルブランデーの範疇に入る。よって、本校では、カルバドスはアップルブランデーに含まれるものとして扱うので、アップルブランデーのところをカルバドスと読み替える分には問題はない。しかし逆に、アップルブランデーで代用が可能であると断りがない。限り、カルバドスをアップルブランデーとは読み替えられないことに注意。次に、アップルジャックについて。 イギリスではアップルブランデーとアップルジャックは良質なものをアップルブランデー、そうでないものをアップルジャックと呼んで区別していることからもわかるように全く同じものを指さないこともあるので注意が必要である。ただしアップルブランデーのことを指してアップルジャックということもあることと日本では特に区別されないことが多いのでここではリンゴから作ったブランデーの総称として アップルブランデーという語を用いている。つまり、アップルブランデーイ,イコールアップルジャックとして扱う。ありがとうございます。